ビルヘルム・ケトラーは、クールランとゼムが連行。ビルヘルムが、広告の東部地域を支配し、兄のフリードリヒが、西部地域を支配する分割統治体制の下で、公爵を務めた。ビルヘルムは、ゴッドハルド・ケトラーと、その妻アンナ・ホン・メクレンブルク・ギストローとの間に、生まれた下の息子である。1587年に、父が死んだ後は、兄フリードリヒが、 広国の単独統治者だったが、1595年に広国を兄弟で分割統治することが決まり、ビルヘルムはクルディガに館置き、クールラントゼムガレン広国の内西側のクールラント地域を支配した。1609年、プロイセン公、アルブレヒト・フリードリヒの娘ゾフィーと結婚し、その際に婚子として義父からグロビニャを譲られた。貴族たちと対立した結果、 ビルヘルムは1616 16年にクールラントにいられなくなり、公爵位を退りいて国外に亡命した。ビルヘルムは1640年にポンメルンのククロバ修道院で死去した。息子のヤーコップ・ケトラーは1642年に父の意外と共に広告に帰り、おじのフリードリヒからクールラント公爵を引き継いだ。ビルヘルムの意外は1643年2月23日に、 公尺家の納骨堂に安置された。ありがとうございます。